タンポポはキクカタンポポ族の総称である。多年生。多くはユーラシア大陸に自然分布する。中国植物名はタンポポ。メディアを再生するタンポポの種族名のタラクサクム族はギリシャ語を起源とする苦痛を癒すという意味に基づく。別説にはアラビア語で苦い草に基づくとも言われている。和名タンポポの由来は諸説ある。 花子の姿が面球のタンポに似ているのでタンポポと呼ばれたとする説。家計を切り出してその両側を細く切り裂いて水につけると反り返り鼓の形になるのでタンポンポンという音の連想からという説。タンポポが鼓を意味する小二語であったことから江戸時代に鼓草と呼ばれていたものが転じて植物もタンポポと呼ばれるようになったとする説がある。 日本語では古くはフジナ、藤名、棚と呼ばれていた。地方によっては、鼓草、縁名などの方言名がある。英語名のダンディライオンは、フランス語で、ライオンの葉を意味する、ダンドリオンに由来し、これは、ギザギザした葉が、ライオンの牙を連想させることによる。また、綿毛の球状の部分を指し、崩れるようにちっといく様から、英名、グローボールスとも言う。現代のフランス語では、 ピサンリというが、ピスイエヌリットで、ベッドの中のおしっこという意味である。これはタンポポに利尿作用があると考えられているためである。中国のホコウエイは、モウコタンポポである。道端や野原草原においた年層で、広く一般によく知られている。草丈は15センチメートル内外で、花は一般に黄色であるが、白花もある。都市部に多いのは、 西洋タンポポである。生命力の強い植物でアスファルトの裂け目から生えることもある。50センチメートル以上もの太く長いごぼうのような根を持ち、長いもので1メートル以上にもなる。葉は追いしげってうじょうに裂けるか、不正の小切り場がある。花は黄色から白色の登場花を一つつけ、花形は分岐しない。花が咲き終わると、花形は一旦倒れ。 数日後に再び立ち上がって、花をつけていた時よりも高く伸びる。立ち上がった花形の先端にできる果実は、綿毛のついた種子を作り、湿度が低い時に綿毛を球状に展開して、風によって飛び散る。形容を傷つけると白い乳液が出る。成長点が地面近くに位置するロゼット型の生育型で、茎が非常に短く葉が水平に広がっている。このため、 表面の花や茎を買っても、容易に再び生え始める。かく乱の頻発する他の植物が生きていけないような厳しい環境下で、生えていることが多い。古典園芸植物の一つで、江戸時代幕末には園芸化され、数十の品種があった。種まきでも根からも繁殖でき、日当たりが良く、水はげが良い場所であれば栽培も容易である。根を、長さ1センチメートルほどの長さに切って、 途中に埋めておくと発根発芽し、種子でも容易に増殖できる。なお、タンポポに酷似する野草にブタナがある。花の作りは非常に進化していて、植物進化の系統では頂点に立つグループの一つである。タンポポの種類を問わず、花は朝に開き、夕方に閉じる。雨が降らなければ、花は3日連続して、規則正しく開閉する。 絶上下と呼ばれる小さな花が円盤状に集まり、頭花を形成しているため、頭花が一つの花であるかのように見える。絶上花一つに計5つの花びらをつけるが、一つに合着した合弁果間であるため一つの花びらをつけているように見える。絶上花の中央部は、死髄が伸び、湧髄が計5本合着している。絶上花の下端には脂肪があり、 その上部から白い干毛が生えている。この干毛は後に発達し、風によって種子を飛散させる役割を担う。日本でよく知られるタンポポには、古来から自生していた在来種と明治以降に外国から持ち込まれた外来種がある。在来種は外来種に比べ、開花時期が春の短い期間に限られ、種の数も少ない。また、在来種が種子を作るためには、 他の株から花粉を運んでもらって、実を結び子孫を増やす必要から、同じ仲間と群生している。一方で外来種は、一年中いつでも花を咲かせ、かつ一個体のみで種子を作ることができるため、在来種に比べて、小さな種子をたくさん生産する。夏場でも見られるタンポポは、むね外来種の西洋タンポポである。見分け方としては、花の基部を包んでいる、緑の部分である。 双方辺を見てみると、反り返っているものが外来種で、反り返っていないものが在来種である。在来種は双方の大きさや形で区別できる。しかし考察の結果、単純に外見から判断できない個体が存在することが確認されている。日本における分布は、人間が土地開発を行った地域に外来種が広がり、 在来種は年々郊外に追いやられて減少しつつある。より個体数が多く、目につきやすいことから、西洋タンポポが日本古来のタンポポを駆逐してしまったという印象を持たれるが、実際には誤りであることは在来種の生き方から理解されている。西洋タンポポは在来種よりも生育可能場所が多く、かつたの個体と花粉を交雑しなくても、 種子を作ることができる能力を持っているため、繁殖力は高いが、相対的に種子が小さくて、芽生えのサイズも小さくなるため、他の植物との競争に不利という弱点を持っている。そのため、他の植物が生えないような都市化した環境では、生育できるものの豊かな自然環境が残るところでは、生存が難しくなる。在来種は西洋タンポポよりも、 種子をつける数が少なくなっても大きめの種子を作る戦略を選んでいる。また、風に乗って飛ばされた種子は地上に落下しても秋になるまで発芽しない性質を持っている。在来種が春しか花を咲かせない理由は夏草が生い茂る前に花を咲かせて種子を飛ばしてしまい夏場は自らの葉を枯らして根だけを残した。 休眠状態になって秋に再び葉を広げて冬越しするという日本の自然環境に合わせた生存戦略を持っているからである。在来種の各種と西洋タンポポは基本的に別種ではあるが、細胞中の酵素の性質の違いを用いた解析では交雑が起こっていることが報告されている。以下の特徴を持つものが見られる。根にステロール化合体、脂肪酸、 糖質としてイヌリン・ライブリン・マンナンを含んでいる。形容から分泌する白乳液の成分は、タラキシアチン、タラキシアセリン、イノシットなどである。ビタミンなども含んでおり、ビタミン B1 は、鼻、根、茎の順に多く、歯には、ビタミン B2、ビタミン A、ビタミン C、葉緑素などが含まれる。鼻の色素は、キサ酸素フィルなどを含む。 タンポポ属植物の開花前の根をつけた前奏を掘り上げて水洗いし、長さ2から3ミリメートルに刻んで天日保持し,したものが、木薬になり、タンポポと呼んでいる。全体、特に根に苦味があり、牽引作用、下熱作用、利尿作用、および単汁分泌の促進作用があると言われており、犬医薬として用いられる。民間療法として、食欲不振、胃の不調の時に、 タンポポ1日量後から 10g を500から 600cc の水で、とろ火で半量になるまで煮詰めて煎じた汁を食後3回に分けて服用する利用方法が知られている。また、根を乾燥させたタンポポをいったものがコーヒーの代用品として知られている。タンポポコーヒーはカフェインを含まないので睡眠の妨げにならず、健易に役立つと考えられている。西洋タンポポの葉は、 古くから東、ヨーロッパや中東で食用に供されており、多少の苦味があるが、サラダなどにする。特にスロベニアでは人気がある。アメリカ合衆国の一部では、花弁を自家製醸造酒の原料として用いる。日本では若葉を軽く塩用茹でして、水にさらしてアク抜きし、おひたしやえもの汁の実にしたり、同様に花を2杯酢などで食べたりもする。 ロシアンタンポポなどの品種の茎に含まれる乳液からゴムを採集するところもあり、住友ゴム工業がタイヤの主原料となる天然ゴムを取り出し実用化を目指している。タンポポ属の分類は非常に複雑で学説によって60種からそれ以上に分類される。グレートブリテン島とアイルランドではアポミクシスと倍数性の変異により約235種が確認された。 日本の在来種には関東タンポポなどに十0種ほどがあるが数の上ではヨーロッパから帰化した西洋タンポポが圧倒的に多い日本全国に分布するが地域により種が異なる春を象徴する代名詞のように使われ俳句やレンガで春の季語として読まれている花言葉は再会の夢、別離などこれは菊科植物共通の特徴であるありがとうございます